ハンス・ファレンティーン・フーベは、第二次世界大戦中のナチス・ドイツの軍人、最終階級は、上級大将。フーベは、ザー・アール川沿岸の都市ナウムブルクで、1890年10月29日に、生まれた、1909年2月27日に、ドイツ帝国陸軍へ入隊し、主幹候補生として、ザクセン州マクデーブルクに駐屯する、第26不評連隊へ配属され、 1910年には、将位へ任官した。第一次世界大戦では、第26不評連隊の小隊長の一人として、出征し、間もなく連隊副官へ昇進する。1914年9月20日、風部は、重傷を追い左腕を亡くしたが、1年後、同連隊の第七中隊長として前線へ復帰した。1918年には、 第7師団の司令部要員となったが、4月20日、イギリス軍の攻撃に対する防御の指揮をしていた際に、毒ガスを吸って、重傷を負い、病院で終戦を迎える。第1次世界大戦後は、ベルサイユ条約で兵力10万人に制限されたバイマル共和国軍に選び残され、中隊長として勤務していたが、1925年より、ドレスデン軍事学校に移り、 不評学と戦略学を教えるようになる。1931年に詳細昇進し、1934年には中佐となり、1935年度レスデン不評、養成学校校長に就任する。翌1936年に大祭昇進し、1939年には第三不評連隊長に任ぜられた。 1939年のポーランド侵攻では、同連隊の連隊長として出生し、翌年のフランスほか、西方諸国をめぐる戦いにも参加し、6月1日には、少々へ昇進し、第16不評師団長となる。同年8月、第16不評師団は、自動車か不評師団と、走行師団に分割されたが、フーベは、第16走行師団を指揮することになった。 ベルリン軍人墓地にあるフーベの墓翼1941年には、ソ連への奇襲攻撃、バルバロッサ作戦で、ゲルトフォン・ルント・シュテット・ゲンスン率いる南方軍集団の敗下で戦った。1942年、ブラウ作戦へ参加し、第6軍唯一の総攻戦力として、スターリングラード占領を目指す。同年9月、中条へ昇進するとともに、指揮下の師団が所属する軍団の、 大4点総合軍団長となったが、スターリングラード攻防戦でソ連軍に包囲され、指揮下の部隊は降伏するが、直前の1943年1月18日、フーベは包囲突破の同意をアドルフ・ヒトラーから得るため脱出する。同年、総攻兵大将に昇進。その後、シチリアに出征し、アメリカ軍を相手に見事な防衛戦を指揮する。10月23日、 再び東部戦線に戻り、第一装甲軍司令官となる。1944年4月20日、シチリア、サレルノ、コルスン包囲戦での功績により、オーバーザルツベルクにて、白洋剣付ダイヤモンド騎士十字章を受章し、上級大将に昇進した。しかし、翌21日、アイリング飛行場から離陸した後、墜落事故に相死亡した。ありがとうございます。